本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役所 OK、 よーい、スタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。暑い夏が到来しましたよね。こんな暑い夏に欠かせないアイテム、扇風機。地下室の扇風機、コード式だと設置場所が限られてしまいます。そして乾電池だと電池の減りがものすごく早いこと。今日はそんな悩みを解決してくれるこちらの商品を詳しく見ていきたいと思います。こちらでございます。本体はこちらです。段ボールの中に段ボール、まずは一番大きいものから。ソード、スマートモバイル電源、パーツ、充電器、ファンが2つ、ジャケットですね。お、いいじゃん。見てください、ここ大きな穴があります。ファンをつける感じですね。はい、というわけでこんな感じで、もうここに2つ丸い穴がついております。お、いいね。長っぴょろいポケットがあるのでペンを挟めます。で、大きなポケットが2つ、ここボタンです。はい、まずこちらの本体なんですけども、優れた ABS 樹脂を採用、高耐衝撃性と高温耐性を備え、なんとこのファン本体は2万6000時間の長寿命。こちらが本体ですね。13センチ、 7.5センチ、 厚さ 2.8センチ、 クリップ付きの重さ 355g。 シール剥がします。こちらファン 10.5センチ、 9センチ、ファン1個の重さ 104g。 では早速つなげてみたいと思います。こちらですね、このような形になりました。電源を入れてみたいと思います。こちら電源ボタン、この赤をこちらにつけます。一旦電源を落とします。付け方なんですけども、このファン本体をですね入れて、ここにですねこういった突っかけがついてますので、この突っかけをこう挟んで、この2箇所です。とても簡単です。こちらですね、あとここいい感じでメッシュ素材になっていていいですね。考えられております。はい、こんな感じですね。そしてバッテリー本体、ポケットに入れて OK です。はい、てかこの部屋すごい暑いんですけど、今超涼しいです。いや、これはいい。外でライブフェスとかでもですね、これすげー役に立つと思います。バッテリースイッチですね、こちらですね。こちらを長押しです。バッテリースイッチを長押しすると、すぐさま大量の新鮮な空気が素早く衣類の中をただ循環するだけではなくて排出をしてくれます。もし汗をかいていたら汗を素早く乾かしてくれます。はい、ではですね、こちら普通に体験してみたいと思います。電源オン、 16V、 20、おお涼しい、24、28、おお涼しい、最高32、うーん、おお涼しい。30になるともうちょっと太りますね。で、止めます。はい、ここがですねゴムになってますので、パチッと閉まるので、ここを循環して外にかすかに出ながらも、この上のところからですね出て、めちゃめちゃ涼しいです。いや、いいね、これいいわ。商品の仕様について、大容量というわけで重くてサイズが大きいバッテリーと比べ、こちらですね、ポケットに入れても気にならないサイズ、
こちらのファン、航空力学を応用した初心上の5枚バネを搭載。羽が5枚入っております。風が中心に集まり、力強い風を発生してくれます。ファンの内径は9センチ、風量だけではなく回転音は気になりづらい音の大きさです。またここにですね、一目でわかる LCD ディスプレイを搭載。バッテリー弾量と出力電圧が一目で確認することができます。有効活用できる場面について、炎天下での現場作業の工事作業者、警備員、空調設備が設置できていない場所、またこちらを使うことで熱中症の予防対策、暑さによる作業効率の低下を防いでくれます。2種類の電圧駆動モードを搭載。電圧自動切り替え、固定電圧、この2つのモードを搭載しております。お好みやニーズに応じてボタン1つで誰でも簡単にモード切り替えすることができます。電圧自動切り替え、駆動モードは 32V、 28、 24、 20V の順で持続することができます。そして固定電圧駆動モードは 16V、 20、 24、 28、 32V の5段階で調整できます。大容量バッテリー搭載、長時間使えるというわけで、こちら小型と高出力化を兼ね備えた2万ミリアンペアワーの超大容量バッテリーを搭載しております。付属している専用の急速充電アダプタが入っております。わずか 3.25 時間でフル充電、気になる連続稼働時間は約19時間です。このバッテリー、電気自動車で広く使われている2万1000型バッテリーが使われております。より高い容量、電力供給、優れた熱対策、およびより長い寿命が特徴です。急な暑さですぐ使いたい時に、少しの時間でもある程度充電がたまるので、クールウェアを頻繁に使う方におすすめです。またこのバッテリー、こちらを見ますと USB ポートが搭載しています。そんなわけでスマホや電子機器を充電することもできちゃいます。そしてこのバッテリー本体なんですけども、付属しているこちら小さいネジが3つ、そしてこのパーツです。ミニドライバー組み立てます。ここにネジ穴が2つあります。合わせましてネジをセットしていきます。はい、そうすることでですね、挟むこともできます。例えばベルトにこんな感じで挟むこともできます。はい、こういったポケットにクリップとしてかけることもできます。便利、またバッテリーというわけで、こちら PSE 認証済みの商品です。日本国や北米に定める安全基準の検査に合格した品質と安全性の高い空調バッテリーです。商品いかがだったでしょうか。風量切り替え5段階、様々な場面で大活躍。熱中症などの危険や作業効率の低下を防ぐだけではなく、空調設備やランニングコストを抑える省エネ対策にも有効です。実際にこちらを体験してみて、とても暑い外での作業現場はもちろん、キャンプやピクニックのアウトドア、農作業、運送業、釣りやツーリング、スポーツ観戦やライブなど、様々なシーンで大活躍してくれるこちらファンバッテリーでございます。商品興味がある方はぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。ロマンくすぐる、見た目も結構好きです。本番いきます。よーい、コード式です。コード式だとマトリー書か、マトリー書く、マトリー書かスタイルです。ちょっとアイアンマンっぽいんですけども、ここにですねネジ穴が2つ、クリップ型とクリップ、なんか変身しそうだ。変身。